はい、どうも、この週からです。ようやくですね、第2章行きたいと思います。で、この光の、おぼし滅法にね。多分ね、これね、ロロンドが最初おったとこやと思うね、俺。なんか最初ロロンドがおったところの、とこになんか石板みたいなやつがあったんですよね。なんかちょっと壊れた神殿というか、神殿跡みたいな。多分そこやと思うね、俺。多分俺が思うに。うん、で、この指し示しとる方角がまさにそこやからな。あー、あるわ、光あるわ。あー、多分あっとるわ。しかもそこの、とこだけ壊せへんかったよな、昔行った時に。確か。あ、だからこれストーリー絶対関係あるんやなと思って見とったけど、多分それやわ。それだわ。あ、ほら。あ、あったあった、これ。はい、だい。行こう。ペペ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 。お、ドラキー。その光は次なる地へとあなたを運ぶ光の扉です。この地で得た力を学んだことも、新しく目覚める地では通用しないでしょう。どういうことやねん。通用するやろ、どう考えても。もしとたびその光の扉をくぐれば、あなたは全てを失うことになるのです。とんでもない話やな、これ。しかし光よ。それでもこの世界の闇を払いたいと願うなら、光の渦の中に飛び込むのです。全ては精霊の導きのままに。こんなふざけた話やな、ほんまこれ。やつしかないやろ、これもう。この地で何するんや、他に。もうやり尽くしたぞ、全部。あ、ロロンド。光を言ってしまうのだな。なんとなくその予感をしておった。メルキドのさらなる発展のために、なんとかここに留まってもらうわけにはいかぬか。いや、今の忘れてくれ。これは我が輩の単なるわがままだな。光よ、我が輩は思い知ったぞ。壊れた街などいくらでも直せる。大切なのはそこに暮らす人間。ブワー、やはりやめておこう。こういう時だからといって、それらしい話をするのは。さあ、行くのだ、光。この世界にはビルダーであるお主の助けを待つ者が数多くいるのだからな。これまあドラクエ4展開か。これだから主人、なんか変わっていく感じか。ドラクエ4もね、まあ、例えばライアンから始まって、ライアン終わった次またなんか トルネコ行ったりとかするんですけどね。これと同じパターンか、これ。こいつらはまた一旦別れると最終的に合流する感じか、これもしかして。ピリンからどうしても渡してくれと頼まれてたものがあったのだ。万一他のものを失ってもこれだけは何としても持って行ってやってくれ。お。さらばだ光、また会おうぞ。ブワッハッハッハ。お、何くれるん？お、乗せろ、何くれんねん。ビシ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 。さらばだ、ロロンド。そしてメルキドの街よ。さて、次は、リムルダールやったような気がするな、確か。お。クリアにして125日。おぉ。20日台クリアだと無理やろ。知られざる島で全ての石の壁が作れるようになった。おーでかい。おー、オッケー。展示台が作れるようになった。メルキドガーデンなんやねん。メルキドグリーブが作れるようになった。チャレンジ情報が確認できるようになった。20日以内にクリアやばいやろ。まあ、まあ、速攻行っていけるんか。メルキドガーデンってなんやねんで。まあ、ええわ。まあ、よろしいわ。あー、こんなんあったやん。隠しというか、なんかさ、最後チャレンジミッションみたいなのがね。来たー！ 2 章リムルダール編が解放された。ここ多分毒のとこやで、リムルダールって言ったら。リカントマムルとかがおるとこじゃん。リカントとかさ。ドラゴンクエスト1ではあったの。お、知られざる島。これが多分フリービルドモードってやつですね。おー、エリア解放だ。来たぞ。フリービルドモードもね、楽しそうというか、まあ、これが一番の、まあ、まあ、メインっちゃメインな気がするんですけどね。ストーリー終わってからの。でも、こう、ストーリーを先進んでいきたいと思います。おお、12モンスター、他プレイヤーに共有できる。あー、これすごいおもろそう。メルキド編。あ、チャレンジ情報見れるわ。あー、次もしやるとしたら、この20日以内にクリアでメルキドガーデン完成を目指してやるべきってことか。なるほどね。ややこしいね。じゃあ行きますか、リムルダール編。あなたの世界を作っています。うわー、毒に囲まれとるやん、完全に。病に侵された大地。お、ドロルみたいなのおったぞ、さっき。ああ、キャタピラでかいな。キャタピラ、ダンゴムシでかいな。リリパッドおるやん。ああ、もうこの辺はもう同じか。修行の騎士ね。来たー！ビチ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 。ダークソウル2みたいな始まり方やな、これ。待った、お前は記憶を失うのか？レシピを失ってるのか、もしかして。目が覚めましたか、ヒカル。そこはリムルダールと、あなたが月に救うべき場所です。遥か昔この地には、豊かな水に囲まれた美しい街がありましたが、今ではおぞましい毒に侵され、
わずかに残された人々も病の恐怖に怯えています。あ、疫病ウイルスブラックダストみたいな話ですね今回は。さあ、あなたにはこれを渡しておきましょう。何が、あー、キモノタ来ました。うわー、あー、つー、なんかすごい場所やん今回。毒沼のとこやん。マジでここ再建していくわけよ俺。リフォームの匠もさすがにこの地を開拓するのはきついんじゃないかと思われるような地やな。もうまず草とかねえやあんまり。初めて出会う人間、初めて戦う魔物、そして今までとは異なる物の作り方。最初は戸惑うかもしれませんが、あなたなら必ず道を切り開けるでしょう。さあ、あの光の元へ向かうのです。うはー、桃垣の実だけかいお前。ピリンが渡す最後のもんこれかよ。ゴジョショボイやんけ、あいつ。あいつやる気あるんかい、おい。地味にあるやんけ、コンボ道具寿司が。あと、旅人の服か、なんでやねん。お、あ、これはあるんや。おー、レシピめっちゃあるぞ、俺。いっぱいあったからな、俺。設計図ゼロ。マジでなくなっとる、レシピが。半端ねえな、これ。コンボでいいか、最初。しっかりした草。これ多分いるやろ。取っとくか。毒沼の土。トイだ。取っていくか、とりあえず。土ない。まあ、これぐらいしとく。はいはい、行くか。さて行こう。なんやねん、ここ。マッシュルーム。ん？苦きのこ。はっ！あ、苦でもできん。よっしゃー。まあ、とりあえずこれ買っとくか。スライム俺は普通に。もうね、俺はパパッパッと先詰めたいんでね。序盤はね。だからもうあらかじめこれ絶対、お、ピンクの花めっちゃある。ピンクの花びらが、舞い散ってるぜ。めっちゃあるやん、ピンクの花びら。よいしょ、よいしょ。ピンクの花びら使って毒消し塔とか作るんちゃう？もしかしてこれ。ドラキーが落としたからな、ピンクの花びら。オッケー、倒した。初めて青いブラ手に入れた。初めて なってますじゃないですか、なってますじゃないですか、松。ほいほい。行こうか、じゃあ。そろそろね。さーて、光あふれる血を、俺が作ろう。きたー。でもおもろいなー、まだ新しく。お、作業台も違うぞ、これ。木の作業台かな、これ。なんや、これ。なんかちゃうぞ、いつもと。てか、二段ジャンプができないとちょっとあれやな。悲しいな。差し込むぞ！ズボボボボボボ！スポポピッチー！スポポピッチー、スポポピッチー！おー、来た！暖かい光が溢れ出した。なんか匠みたいな感じやな。光よ、その地に生きる人々は、身に迫る病に絶望し、生きる希望を失っています。メルキルを受けるあなたの働きで、人々はわずかに物を作る力を取り戻していますが、はびこる病に抗う力はなく、ほとんどの人が病と戦うことを諦めているのです。さあ、光、その地にも光に導かれた人々が集まってくるでしょう。そこに新たな町を作り、どこに侵されたリムルダールの地を浄化するのです。すべては、精霊の導きのままに。あ、なんか水あったぞ。お、水がある！え、見て、水がある。ああ、おお、シスター、マイシスター、マイさん、シスターさんおる。これが今回のキーマンか。お、なんということでしょう。お、でも可愛いな、シスターも。やっぱヒロインは可愛いやな。こんなところに今患者様がいらっしゃるなんて。あ、さすがシスター。あなたどこ終わるのです。お腹ですか、胸ですか、それとも頭が。いや、ちょっとね、僕の棍棒が。お、患者様でないのですね。では、あなたは一体。なんと、あなたはご自分を物を作る力を持つビルダーだというのですか。この方もあなたが。もしあなたが本当にビルダーであるのなら、これこそ神のお導きに違いありません。私はエルと申します。おー、エル。いいね、可愛いな。私と共に山に越されたこの地をお救いください。来た。あー、いいね、いいね。シスターとね、出会いましたよ。まあ、俺には妻がおるんやけど、ピリンという。もう置いてきたからな、もう。ここは死の病が蔓延する島。あらゆる病気が集まる地と言われています。私は何としてもこの地を救いたい。ここにリアマに起こされた人々を助けたいのです。ヒカル様、私に協力してくれますか？私と共にこの地をお山で戦ってくれますか？任せろ。え、その前に足をどうかしたのかですって？もう実はお恥ずかしながら、ここに来るときに転んで怪我をしてしまったのです。傷薬があるといいのですが、山に苦しむ人々のことを思えばこのくらい。傷薬あれば。要するに作れと。傷薬の、あれってどこにあるんやろ、そういえば。白い花やんな、あれって。傷薬って。見かけんかったよな。どっかこちらにあるんか。なんかないような白い花が。あ、あるわ、あそこの奥に。えい、えい、えい。
おい、おい、これいるからな。この青い油は結構いるんでね。多分おそらく丈夫な草も今回はめっちゃいると思う、これ。しっかりとした草ね。いるよ。あれ？薬草がない。なんでこのピンクの花びらがいっぱいあるんや？ほいほいほい。もしかしてこれ薬草作り方変わった？ちょ、レシピ見てみよう。あー、ちゃうわ、変わってないわ。白い花びらがないぞ。どこ行った？どこ行った？どこ行った？よいしょ。まあ、この枝はいるんでね。あれ、ないぞ。あった！ほー、この毒のところでは咲かへんのやな。なるほどね。ピンクがめっちゃある、ここ。ピンクの花びらがめっちゃあるぞ。これなんだ、土なん？これ。あ、一応土みたいな。おー、侵されてない場所がある、毒に。別さんおるやん。別さん。おい。お、豆。これはここの食料か、もしかして。お、色のつまみ、いいね。おー、リリパッド！いや、リリパッド、毒矢ズキンや、あれ。お、リリパッドもおる、毒矢ズキンもおる。お、おりすぎやろ、リリパッド。てんなよ。てててて、結構強いんけ、こいつら。ほい、ほい。キメラみたいなもんか、これが。逃げるな、逃げるな。お、逃げるな、怪人。怪人リリパッド逃げるな。お、なんやねん、暴海を襲うぞ、お前。ちょっと多いな。傷釣りはね、どっちにしろいるんでね、もう最初に取っときます。まだこの上に来るのめんどくさいんでね。あと土取っとこう、土。ここの侵されてない土が一番欲しいな。土欲しいね、土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 。絶対土いるからな。ほい、ほい、ほい。ため切りが欲しい。あ、できるんか、お前。ため切りを忘れてなかったんかい。てかこれ、あれやんけ。めっちゃ便利やないかい。ため切り覚えとんか、お前。忘れてないんかよ。んでやりゃー。よーし。こんなもんかなー。お、あそこの薬の葉も持っとくか。なんか薬草作らなあかんはめになりそうやな気がするな、俺は。先を読んでいく、俺は。お、綿毛？綿毛ってなや、これ。綿毛。よし、まあ、これ取っとこうか。まあ、薬いるんでね。お薬いりますよ。なんかすごい気持ち悪いやつ、俺はな。ドロルっぽいやつな。なんなんやろ、ドロルメイジとかかな、あれ。おったっけ、ドロルメイジなの、昔。あ、痛い痛い痛い。お前、キメラおるんかい。一回逃げよ。一回我は逃げるぞ。逃げよ逃げよ。一回逃げよ。よーし。まあ、とりあえず回収完了でーす。あ、落下ダメージ痛すぎ。痛すぎじゃん。すぎちゃんやないか、これ。痛すぎちゃんやんか。オッケー。結構集めたやろ。これで一気になんかクエストクリアしていけそうな気がするんですけど、どうかな？苦キノコ。ドドン！苦そうやな、これ。食べれるんか？ペケ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 。これ何の作業台なの？作業台なの？木かな？木の作業台か、これ。まあ、これはもうね、多分ね、作っといた方がいいんでね。よし。で、松明とか好み。おー、一気に作れるもん増えたぞ。え、いっぱいあるやん。あ、あれか。増えていくんか、すぐに。素材があったら。なんと素晴らしい。おう、なんということでしょう。お前、匠のセリフパクんなよ、劇的ビフォーアフターの。私のために傷薬を作ってくださるとは。では早速、その傷薬を私にくださいますか？もちろんだ、やろう。塗ってやろう、俺が。いや、俺が塗ってやろう。脱げ、脱ぎたまえ。お、ありがとうございます、ヒカル様。あなたなんとお優しい方なのでしょう。その素材から物を作り出す力。あなたは本当に伝説のビルダー様なのですね。おう、おう、なんという、なんということでしょう。ガラ様、どうかこの地を恐ろしい病気からお救いください。作ってやろう、俺が、太い枝をゲットだ。よっしゃー、おう、なんと素晴らしい。はい、というわけで、とりあえず今回はこれで。いやー、2章来ましたよ。リムルダール編。まあ1章もね、パート30までいったんですけど、2章ももし、もしかしたら、まあ結構やり込むというか、まあちゃんとね、全部、やれることやっていきたいなと思ってるんでね。まあ、二章でやれることは基本的には全部、ほとんどやっていこうかなと、思ってるんで、多分長くなると思うんですけどね。これからもお付き合いください。じゃあ今回はこれで終わります。ありがとうございました。